ウォンバットは、哺乳孔相馬エバモクウォンバットかウォンバット族に分類される、哺乳類。本種のみで、ウォンバット族を構成する。別名姫ウォンバット。名前は、ダルク語に由来する。生態は異なるがコアラに近いウォンバットア目の、動物である。オーストラリア模式標本の産地は、タスマニア州。オーストラリアクイーンズランド州の一部、および、ニューサウスウェールズ州。 ビクトリア州、南オーストラリア州、西オーストラリア州、タスマニア州の低木林や草原に分布する。体長90から115センチメートル。お長二2.5センチメートル。体重22から39キログラム。東道長は70から110センチメートル。お長がは25から60ミリメートル。体重は19から33キログラム。荒い体毛で覆われる。 体色は黒や褐色、灰色。メスの方がオスよりも大きい。ずんぐりとした体つきで、内股で歩く。次回は短く、丸みを帯びる。粉炭には、体毛がなく、脱出する。頑丈な前足を持ち、トンネル状の大きな巣穴を作る。ユーカリ林、低木林などに生息する。カキは夜行性で、昼間は巣穴の中で休む。陶器は、 昼間に活動することもある。夜行性で昼間は主に巣穴の中で過ごすが、曇りの日などは餌を求め動き回ることもある。短い距離であれば、時速40キロメートルほどで走ることができる。草本や低木の根などを食べる。草食性で植物の葉や根を食べる。腸の組織の柔軟性が部分的に異なっていることで、水分や、 養分の吸収過程で食べた食物が拡張状に固まりやすく、それを排泄すると、切れて立方体や脳型体の糞となりやすい。捕食者は、タスマニアデビル犬お長犬バシなどが挙げられる。敵に襲われた時、穴に入り固いお尻で自らを守ることがある。一回に一頭の幼獣を産む。一腹一死。穴を掘るため、お腹の袋は後ろ向きについている。生後二年で、 生成熟する。巣穴を掘ることで、畜産業の妨げとなったり、穴ギに抜け穴を提供してしまうため、害獣とみなされることもある。種として、絶滅の恐れは、低いと考えられているが、農地開発による生息地の破壊、交通事故、犬による捕食などの影響は懸念されている。ほとんどの地域で、州による保護の対象とされている。ウォンバットの掘った巣穴に、 トラクターや家畜が落ちることがあるため外従とされ、かつては駆除されていたこともあるが、現在は保護動物である。しかし、現在も南オーストラリア州や西オーストラリア州南部において不法に駆除されることがあり、減少を止められていないが、政府や動物保護団体などが保護している。2018年9月現在、日本ではチャウス山動物園、五月山動物園で、 ヒメワンバットを見ることができる。過去には、炎山動物園や多摩動物公園、金沢動物園や東山道植物園などでも飼育されていた。飼育下では人によくなれ、人懐っこく人との接触を好む。おとなしい性質だが、極めて稀に人を襲うこともある。ある事故では、被害者がキャラバンから降りた際に、海戦にかかったことにより、 興奮状態になったウォンバットの上に立ってしまったことが原因で襲われた。ありがとうございます。